カート道の上のあの木の上行けば最短ルートです。あ、わかりました。だ全然右も広いので、はい、もう真ん中に思い切って振っていくっていう。ナイスフェード。ナイスフェード。今勝ち当たりしたね。ナイスフェード。ナイス。ちょっと右目だけど。問題ない。オッケー。はい。で、これとこれのこれですね。はい。あそこに五郎丸でお願いします。ありました。どうなんですか、こんなルーティンだったこんなでしたっけ。そう、こんな感じでゴローマルショット。おお、ちょっと左ですけど、でも問題ないよ絶対。左ドップやもん。大丈夫かな。左ドップやもん。オッケー、よいしょ。左です。あ、でも問題ないよ絶対。結構俺五郎丸かな。どうやったっけ。こんな感じだったよね。もういいか、うん、多分こう、うん、え、こうなったっけ。失礼しました。左行ったしも行ったよ。一緒。おお、いいね。オッケーです。まあ、いっか。最短ルート。ナイス。あ、待って、結構左行ったしも行ったよ。一応4番ウッドでちょっと大きめに打ちたいと思う。ラフがあるんでね。手前バンカーなんで。よっしゃ。うまく当たったと思うんですけど。超えろ。あ、超えた。超えた。あ、待って、やっぱ大きいよね。やっぱそう大きいんですよ。奥バンカーです。やっぱちょっとバンって間違えた。惜しい。おお、高い球。高い。乗って。ドン。消えた。え？オーバー？キャリーでバンカーや。右だ。うわ、みんなでかいよ。フォローか。あ、じゃあ、よし。また難しいな、見る距離があるんだよね。砂が硬そう。ありがとうございます。勝て。あ、でもしょうがない、しょうがない。よいしょ。うまい。ナイス。うまい。うまいです。ナイス。ありがとうございます。OK です。私もこっからスライダーやったわ。うまい、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 うまい。入れ、入れ、入れ、入った、入った。あー、惜しい。うまい、うまい、うまい、うまい。入れ、入れ、入れ。あ、惜しい。惜しかったですね。ありがとうございます。さすがアプローチの神。アプローチの神。あー、ずれた。あー、オッケー。はい、だね。
よっしゃ。ナイス。ああ。精神力。入る前によっしゃって言ったからね。つい気持ちが。まあこれもゴルフですね。あの距離もゴルフですわ。青木アプローチジョンさん、うますぎる。うまいですね。うますぎる。あれ先にやられちゃうとやっぱ若干ちょっと力ありますね。YouTube で見てるじゃないですか、うん、いやうまいなと思っとったけど、うん、目の前でこんなんされると力入りますね。腰が入るし、おじさんゴルファーたちこれすごいなって、うん、あの多分ねそこまでこう画面上で あの、うん、伝わってないかもしれない、うん、ないかもしれない。実際見るとやっぱうまいですよね、うん、上手です。しかもウッドの打ち方なんか習いたいもん、うん、さあ頑張っていきますよ。いきますか。うわ長い172。これはもうエッジまでですね。センターまで打つともう全部奥こぼれちゃうので160、はい、がエッジ。もうグリーンに神さえすれば勝手にスーッていくので。ああなるほど。ああ右だ。これやばくない、うん、大丈夫ですか。大丈夫。ああ左だ。左目。ああギリギリ乗ったけど、ちょっと3パンチの危機。そうなんだ。手前からエッジぐらいでいいと思います。じゃあわかりました。はい、7番ウッドで手前から転がすのをやりたい。おーい。おー。いい。あ、手前すぎた。うまいですけど、問題ないです。ちょっと上げてるかね。上げてた。上げてますね。5番ウッドで。いきます。あ、うん、パッティ。うん。開いた。こっち来い。よし来た。ナイス。オッケー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 。40ぐらいです。3度。奥行くと結構行っちゃうらしいんですけど、グリーン乗ってから早いらしいんです。やりたいことは分かりました。刻んでる。どう？いけ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 。あれ。まあ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 。オッケーオッケー。ナイス。ナイスアプローチです。だよね、このボールね。こう。いや、切れればスライスです。あ、スライス。あ、そんなに結構いらない。そうですね。あるとしたらスライスなんですか？右手も左いっぱいです。わかりました。最後弱いと切れるかなぐらいなんで。おお、曲がんない。じゃあちょっと右で出ました。おお、でもナイスタッチ。OK でーす。出ます。ボギーです。ストーリー。右カップ内側。ああ右カップ
口って言ったのに弱いんだよさっきから。入りませんよいしょ。ナイス、はい、ナイスボギーです。ボギーです。6です。まあ、あの目標に木があるんですけど、あの木の右はダメなので、あの木に引っ張られやすいので、ちょっと左の傾斜でこう落ちてくるみたいな感じで OK だと思うので、まあセンターよりもちょっと左目狙いでお願いしたいと思います。はい、あ、やっちゃった。待って、落ちてきて。落ちてくる。大丈夫、あ、出た出た出た。 OKOK、 大丈夫です。 OKOK。 うわすげえ、伸びてる。ありがとうございます。ドライバーは何使ってるの？ドライバーは、まあ、地クラブなんですけど、未来。で、未来の菅野さんがちょっと知り合いで、そこでちょっとフィッティングしてもらって、これがまた合うんですわ、自分に。今の打球すごかったもん。コンコンって。やっぱりね、飛びますよ、うん、自分に合ったものを使うっていうことはやっぱ大事なんだなっていう。もう相当あの木に引っ張られるんで、目線が。あ、なるほどね。やっぱり右にパーンって行きやすいので、こうやって構える。注意していただければ。あ、確かにこう行っちゃうんだね、はい、危な。ナイスー。怖かった。なんかクニクニクニってなりそうだった。オッケー。今ちょっと突っ込んだけどね、なんかわかる。今ちょっと突っ込んだ。ナイスナイス。そろそろバテてくるからね。バテてない、大丈夫。ケーズって、はい、何時から何時なんですか？一応24時間すごいよね。聞いてた？うん、聞いたよね。全然聞いて。24時間ですって。でもすごいですね。無人でやってるんですか？無人でやってるんですけど、うん、たまにほらサラリーマンの方とか、うん、通勤で YouTube とか見るじゃないですか、うんうん、あ、これ試してみようとか。え、マジか、はい、思いついちゃうんだ。それで来ちゃって、で自分のスイングとかも全部見れるので、あ、解析機能を見てて、 それで、うん、こうじゃねえ、ああじゃねえっつってやってるんだ。でできるんです。へえ、はい、24時間マジすごいですね。24時間。なるほどね。これは落ちてくるやろ。おしゃ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 。危ねえ。わーおー、ちょっと作ったけど、まあ、あ、まあまあ。オッケーオッケー。まあまあです。まあまあです。で、ここですね。そう、木端とあのお山の間を狙って傾斜を使って下ろしてくるのがクラちゃんルート。なるほどね。ここがクラちゃんルートですね、はい、よいしょ。やばい。いや大丈夫大丈夫。クラちゃんルート。使った使った壁。うまくない？適当にやんじゃねえみたいなコメントがあったんで、そういうつもりじゃなくて、ただ単純にゴルフをしてないから下手になっちゃったんで、いやでもそんなね、お恥ずかしいショットを見せられないなと思ってちょっとだけ練習しました。ちょっと左だねこれ。わーい、結構あのヒリになった。これもフランチャンルートです。ドン。もっと来て。完璧です。オッケーオッケー。あ、よかった。よし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 。ちょっとこう狙ってみます。フェード。え、
ちょい。もうちょい？ちょっと手前。あら。ああ、やりすぎた。わあ。これだと落ちてこないかも。これね、クラちゃんルートです。上の方に当たって結果オーライ。ここはもう右の危険があんまないので、はいはい、もう行っていいですか。もう行っていいです。上げてるな。重た。ゴーゴー。あー、すごい声が出ちゃった。76ヤード。これエッジからピンにちょっとこう下ってるんですよ。はい、ピンとエッジの間に落としたら入る。難しい。あ、ちょっと上げてるんですよね。はい、むずいな。もうちょい、もうちょい、よし。あ、軽く打ちすぎた。5-2で普通に打ったら転がっていくみたいな感じでいきます。もっと頑張って。あれで。あそこにぶつかってしまいました。下手です。青木下手順。ナイス。おお。オッケー。ナイス。スライスフック。はい。めめめめめめ。よいしょ。あ、まっすぐ打っちゃおっかな。強気に。はい、はい、強めの強めの強めですね。強めの強めぐらいで。頑張って。おお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 お。最後。ああ、強めの強めの強めでよかった。わかんねえ。弱めの分、弱めの分届かなかった。男の子で少年は無理。強めね。三段階活用ですね。三段階活用です。なるほど。はい、逆目の上りだったんだよね。そう、逆目の上りだったから。